始まりました7日勝負。この番組は私グラビアアイドル7日がピーマート TV のメンバーになるためにピーマート TV の人気メンバーの皆さんからラタラエラエル厳しい噛んだ、噛んじゃった、はい、ね、ということで今日も頑張っていきましょう。よし、はい、後半全く伝わんなかったけど乗り越えていく番組です。はい、はい、そうです、乗り越えていく番組なの。そうなんです、試練を乗り越えていく番組です。いやいや、どうしたんですか今日神々しい。はい、では早速紹介しましょう。はい、はい、本日のゲストは漫画家の天草康夫さん。出た、はい、そしてお笑い芸人で映画の脚本も手掛ける鬼ヶ島の大河原さん。ありがとうございます。いや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 、やめてください。そんな僕なんてただね、松山健一とか倉科カナをね顎で使っただけです。なんだもう本当にすごい、それだけです。全然大したことないんですよ。遊びに来てた人がすごい。いやいやいや、でも今回も文化人会ですね。そうですね、ある意味こういう紹介をしたことがちょっと何もなくて、こっちも知的な匂いしかしないですねそれなのにあんなに噛んでも早速緊張しました。だから、いつもなんかピーマートの会ったことある人が来て、そうですね、やすやすみたいな感じで始まるんですよ。そんなね、そんなゲスな人たちと一緒にしてほしくないですよね我々は。物をゼロから作り上げてる人間なんですからこちらは。やめてください。どんどんゲス聞こえてきます僕1年前も出させていただいてて、あ、なんか見たんですよね。だんだん、はい、勝手に来たんですよ。そうなんですよなんかあのゲストじゃなかったのに、みたいな感じですよ、ドランクドラゴンの鈴木拓さんがねゲストで来て、そうなんです、それに勝手についてきたんですよ、そう、でその後私誕生日だったんですよ、はい、その日、で一緒にご飯も食べたから、そうなんですよ、全然初めてな気がして、もう実は2回目みたいな感じです。そうなんですよ、ただ飯の匂いがしてその後財布なくしたんですよね。それ俺思い出したのさっき。そうなの。すげえ。それでなんかわかんないけど、俺が一番疑われそうな雰囲気だったんですよ。急に来て。だって俺だけ関係ないのに、関係ないのに来てただ飯食ってたから。マジで俺ちょっと疑われてんじゃないかなって。そう。さすがに違います。違いますよね。違いますよね。誕生日の帰り道にお財布なくして帰った。そう。最悪だ。そうなの。ちょっと痩せましたよね。ちょっと、あ、でもあれからも痩せたかもしれないですね。なんか。売れて、売れて、どん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 、もうすごいですよね。イメージキャラクター。なんかいろいろ見るたびに売れてとかって。だって変な感じですよね。このすごいですよね。本人が。ありがとうございます。あの方と打てるんだってね。そうですよ、なかなかないですよね。ありえない。俺たちなんてただ物をゼロから作ってるだけですから。本当ですよもう。トークで盛り上がっているとハッピーバースデートゥーユー。誕生日じゃないの。今回の配信日前日7月7日はなのかちゃんの27歳の誕生日だったんです。なのかちゃんのイラストがプリントされたドールケーキが運ばれてきました。おめでとう。サプライズタイムです。ちょっと待って、ほんまにおかしくなったんかと思った。いやいや確かにね、いきなり泣いたからあれみたいなことはちょっとこいつおかしいなと思ってたことでしょ。すごい。いや素晴らしい。誕生日のイラスト、はい、嬉しい。いやすごい。これは、まあ、これは僕がよくホールで描くぐらいの15分ぐらいで描いたやつなんですが、はい、いやいやでもですが、こちらカラーバージョンです。おこれはちょっとリアルバージョンで時間かかってホールでは描けない。すごい、ありがとうございます。これは一生の宝物ですよ。嬉しい。私全然私です、ね、全く絵柄は違うんですが、すごい。 いいですね。初めてこうなんか漫画家さんにイラストを描いてもらった気がする。だから多分僕が今日呼ばれたと思うんですよ。いやいやいや、これは羨ましいですよ、ね、すごい、ありがとうございます。僕もあのフリスク、あ、この味大好き。すごい、この味が一番好き。本当ですか、全部調べたんですよ。すごい、私これしか食べないんですよ。プリスク類全部これしか食べないぐらい好きなんですよ。6割食べちゃってるけどよかったら嬉しい、ありがとうございます。いや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 、あ、でもすごい。あれてかこれケーキかわいい、めちゃくちゃね、すごい。そう、ケーキも私になってる。すごい、これすごいですよ。すごい、かわいい。こんなことできるんですね。27歳の7月、7月のこれ刺しちゃって、イラストに刺して大丈夫、大丈夫なんですかね。嬉しい。なんかずっとさ、何待ちかわかんない時間があったから文句言っちゃったよ。確かに言ってた。これ何待ちや。
ダウンタウンの浜田さん以来のちょっとで怖かったもんそれがまさかこんなこともあるんですよ。すごい、これ何なんだろう。ちょっと仕込みに時間があれ、ちょっと待ってください、これみんなめっちゃスタンバイしてるけど、ますちゃんと謎の時が流れてるなって思う。それではろうそくの火を消していただきましょう。はい、あ、なのかちゃんおめでとう。ありがとうございます。イエーイ、おめでとうございます。素晴らしい、ありがとうございます。いいですね。あ、びっくりした。本当になかなかないですよ、こんなね。びっくりしました。初登場でこんなお祝いできるなんてすごい嬉しいですよ。いや、ありがとう。2回目の でも去年も誕生会でした。そうそうそう、2度目の。じゃあ誕生日にご縁があるんですか。かもしれないですね。毎回ありがとうございます。今日は財布は気をつけてください ね。僕じゃないですよ、ね、なんで俺毎年誕生日に財布の日にわざわざ来てるってことになるでしょう。怖いですよ、本当にそれだったら。なんか本当にいきなりおめでとう。いやいや、本当おめでとうございます。おめでとうございます。今年の抱負じゃ、本当ですね、今年の抱負。そうですね、今年も本当に27歳になって、まあ、7、3つ揃うっていうことで、今年こそ、今年こそなんだよ、今年も頑張って。でも今ね、上り調子じゃないですか。すごい、うん、そうですね、あの、はい、芸能活動もね、そんなバンバングラビアまだまだこれから頑張っていこうと思っているところで、あ、でも本当に頑張る年だなっていう気持ちではやりました、はい、います。だから天草先生に原作書いてもらって、はい、うん、映画化して僕は脚本やって、なるほどなるほど、なのかちゃんが主演、よし、それを目標に、それを目標に、いや本当に、でも本当にその気持ちで、それを目指しましょう。確かに、よろしくお願いします。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあそれでは勝負いきましょうか。いきましょう、そろそろ。本当にありがとうございました。頑張りましょう。ではこのカメラにみんなで、あの、私が7日勝負っていうので一緒にスタートお願いします。はい、それでは7日勝負スタート。7日勝負ゲームズ編。どうも皆様こんにちは、スロット盛り上げ店長の勝森です。ジャパンニューアルファにおきまして、毎月7のつく日のどこかで撮影している7日勝負、今回は初登場漫画家の天草康雄様と、お笑い芸人で映画の脚本も手掛ける鬼ヶ島の大河原様をお迎えして、平和様の CR 烈火の炎2バトルをお送りします。3時間サダマバトルスタート。はい、ではよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、はい、今回この打つ台はどういった感じですか。烈火の炎2は 319.7 分の1というミドルスペックでして、当たりやすくなっております。で、通常からの大当たりの 60% が各辺 ST に入りまして、なるほど、この ST の継続率は 65% なんですが、その中の 80% がスーパーバーニングボーナスという16ラウンドなんですね。しかもプラスアルファのゴチ機能っていうのがついてるんですが、はい、まあ、それはちょっとあの打って当たった時に説明したいと思います。そうですね、なるほど、はい、じゃあまず当てましょうか。はい、当てましょう。当てましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。皆さんこんにちは、この番組のナビゲーター金田一まどかです。よろしくお願いします。早速ですがここでルール説明をさせていただきます。ルールはズバリ3時間のさだま勝負。勝利者賞としてレンブラントホテル厚木のランチお食事券を、さだま1万5000玉以上でレンブラントホテル大分の宿泊券をプレゼント。また勝者の出玉で景品が当たるプレゼントクイズもあるわよ。詳しくは番組ホームページをご覧ください。なんか出てくる人たちかっこいいですね。そうなんですよね、この、まあ、原作の漫画アニメも結構人気がありまして、なるほど、週刊少年サンデーでやってたんですが、かなり大ヒットした作品なんです。烈火の炎、はい、なんで僕の画面だけずっとセクシーなんですかあれ、なんかそういうモード、え、すごい、本当だ、いいな、俺だけずっとセクシー求めてるものが、え、本当だ、ずっとセクシーずっとセクシー
うステージなんですかね、セクシーステージ。あ、確かに面白い。何も起きない。本当にまだ早い、日が早いですか。いやでも誕生日だからね、早くそうそう当たってほしいところでは当たりたいとこなんですけどね。まあでも319分の1なんで3人のうち誰かは。あ、エロい。あ、エロい。確かにエロい。エロい言ってる。何いいな。いいな。なんでそんな一人だけエロいのかもしれない。なんか選んだんですか、エロいステージ。あー、ミス。選んだよね、絶対。そう、何色になるんだろう。はい、ちょっとだけ何か。炎のおかげに変わりましたね。ボタン連打。でもそっちも熱い。そう、私珍しく何か起きてるんですよ。熱い。これここ越えて、ここ越えて、ここ越えれば熱そう。あー、期待の参加。何これ、どういうこと、どういうこと。1分間も準備するの。ちょっと期待度が中くらいのリーチではありますね。1分かけて何かを準備してるんですけど、何ですかこれ。あ、熱いじゃないですかこれ。いけ。あ、カウントダウンしてるやつですね。これ熱いですよ。カウントダウンしてるんですよ。当たる。でもまだこっちの方が熱そうかも。おお、後半部分に来ました。え、ちょっとやばくないですか。熱っ。おお、おいけ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 、すごい熱くなってる。これはさすがに当たるじゃん。来てる来てる、何か来てるぞ。いきなり盛大に動いてるよ。あ、僕のも熱いんで。どうだ。お、赤字、これは当たる可能性ないっす。2人とも目まぐるしい。なんか先に当たってほしいけど。いやー、あー、お、いやー、当たってほしい。僕では当たりました。いや、私よくわからない。すごい、くしくも同時に当たるんじゃないですか。あ、当たりそう。いや、緑で割ったんですよね。でも別に赤くないんですよね。お、来た。あー、どっか行っちゃった。ダメかもしれない。でもあんだけ長い青色があったのかな。1分かけるっていうものだったんですよね。ちょっと上がりました。ちょっと複雑です。微妙だな。まだまだ先に当たってほしかったな。お、お、お、夫人ちゃん。まあ、ちなみにこの大当たり中、そう、ルートが2つありまして、こっちから通るのは直接受け取りするんですが、こっち側ですね、こっち側行くのがゴチっていうのに来まして、16ラウンドの時はすごいこっちに溜まったものが一気に解放されることになっております。やっぱりダメだった。え、ダメだったんですか、うん、ダメ。ちょっとね、ダメだった手配したんですよね。いや、当たりましたね。当たったんですけど、これここで頑張んないと SP 入んないと厳しいんですよ。なるほど。忙しくって私出てみれなかった。あー、ダメだ。 60% なのに 40% の方引いちゃいましたね。いや、なんと勝てたいですね。SP には入れなかったんですが、50ゲームの時短はつきます。この50ゲームの時短中に引き戻すと、はい、当たると 100% あの確変 ST に入るんで、この50回転がかなり肝になってくると思います。で、319分の1と当たりやすいんで、ここで引き戻すことも全然ありえるんで。7日勝負のバトルステージは神奈川県秦野市平沢にあるジャパンニューアルファテームズ。パチンコ600台、スロット260台、そして驚きの820台の駐車が可能。国道246号、秦野市堀川入口交差点を東名方面に入ってすぐ右側の場所にあるわ。あー、残り3回転頼む。あー、
ですね、まあ、当たり、まあ、見ていこうと思います。残念ながらスルーしちゃいました。いや当たってほしいな。あれこういうバトルものって戦って、はい、その後仲間になるみたいなパターンが多いです。あ、そっかそっか、うん、確かにそうですよね。ドラゴンボール方式ですね。そうそうそう。お、ギリさんまで行った。暑いですよ、ね、ここまで行くと。しかも保留の色がまだ変わってないから何か暑いかもしれないですよ、逆に。こう白です。お、金出た。お、金出ましたね。暑い。人気ですね。これはさすがに暑いと思います。出てこーい。お、お、お。これはそう。突然の確定なのか。ここもしかして。え、待って。すごい金文字、金文字。金文字出ましたね。ずっと金ですもんね。金文字だし、いい感じのアニメーション。これが一番熱い G1 っぽいっす。力の入った。どうなんだろう。あ、いいですね、この女の子。結構好みですね。ストーリーリーチなんですかね。だいぶ人のこと紹介してもらってますね、うん、これが多分一番熱いリーチだと思います。一番熱いリーチ、まあ、おそらくですけど、なのかしら。なのか。いける。いるし、さすがにこれは当たると思います。いや、これは当たってほしいな。これ外したらもう何も信じない。確かに逆にほら保留の色が白だったのが熱いかもしれないですね。あ、なるほどね。珍しいパターン。白のまま。そうそうそう、こういう熱いのに行くっていうのはほぼないんで。おっ、うわ、来てますね。これはもういった。これで外したら逆にもう何でも好きなもの買ってあげますよ。本当に外れろ。え、え、外れたよ。え、ねえねえ、何でも好きなもの買ってくれるって言ったよ。え、マジで。嘘。ああ、買わなきゃいけなくなっちゃった。でもマジで。え、でも衝撃。衝撃ですね。衝撃ですよ今ちょっと。逆にすごい、外れちゃうんだ。外れた。最後カットイン虎川で外れるんだ。ちょっとでももう自分の言った発言に責任持たなきゃいけなくなりました。急に絶対当たると思ったのに。ソフトクリーム買ってもらう。いやいや、ソフトクリームいくらでも買います。1年分買いますよ。え、すごいね。ちょっととんでもないもの見せちゃったね。もう俺もう 100% 本当に当たったと思ってたんで余裕かましてます。いや、私もちょっと心折れそうですね、これ。あれが白だとはいえこんだけ演出で白であそこまで行くのが逆に珍しいんで、ね、僕はその S 部分じゃないかなって一瞬思ったんですけど、ね、違ったんですね。小長の字まで出て外れるんですか。ずっと禁じでね、ストーリーの熱いそう激アツのリーチって劣化の炎2は今までのあれですね、パチンコのリーチパターンが通用しないかもしれないですね。ヤクルトファンなんですか。そういうこともなく、僕ね、西武。あ、西武なんですね。でも神宮近所だから。そっかそっか、西武でした。昨日まで西武戦でした。あ、西武行った。交流戦で。そうそう、ちょっと西武めっちゃ勝ちました。 あ、そうだ。はい、3連敗だ。そうなんです。大体交流戦パリーグがね、圧倒的に強いっていう。確かに。そう、でもね、広島今年はね、頑張ってるんですよ。そう、カープだけね、一人勝ちで。セリーグ、ここでまた差がつくかもしれないですね。いい感じに、うん、本当に。あ、ひ、ひ、あ、ダメだ。ひ、あ、嘘、来た。あ、来た。ここまで赤手から赤保留、強いですね、それは。いや、ちょっとやっと来るんじゃないですか、大河原さん。あ、これ、チャンス。チャンスあり。これはもう、今までざわつかなかった分、多分。ね、そこドカッと来ますよ。連打で。熱い。これは熱いですよ。劣化、はい、VS リーチでは一番熱い。これ当たりそう、うん、当たりそう。さす、当たりそう。勝てば当たり。頑張れ劣化くん。
行け。やべ、この後に後編に行くかどうかなのかな。やべえ、強え、モクレン。お、頼むよ。え外れました。うそ。あ、でも分かんない。あーあー、外れた。いやー、うわー、私たち外しますね今日。やばいな、熱いリーチが全然ね、結びつかないから。何着ても外しますね。いい、やばい。今の確かにショックでかい。え、でもそのショックでかいのいっぱい味わってるんですよ私。もっと熱いの外してるからね。本当に2つ。そうなんですよ。だからもうね、何も信じない。まあ、むしろあの外すのを動画で見せれるのは逆に引きが強い。まあでも絶対当たると思ってたから。いや、当たると思ったよ。全く。そう。え、岡原さんは脚本家になりたかったんですか？いや、僕全くそういうあれはなかったですけど。でもなんか才能ありそうですもんね。まあでも芸人さんってネタ書くから、やっぱり。うんね、そうそう。いや、あれ本当に単独ライブっていうのをやってて、はいはい、だ、映画監督が見に来てたんですよ。で、このネタ書いてるの誰って言われて、ちょっと食事したいって言われて。そんなひょんなことからなんですか。そう、だからこんなことあるんだなと思って嬉しかったですけど、ね。すごい。出ようとは思わなかったんですか、自分が。自分が出ようとは思わなかったんですか。僕もちょっと出てるんですよ。あ、そうなんですか。気になる。僕はもう出たくないって言ってたんですけど、韓国ロケが決まって、あの監督が韓国行きたいだろうって言うから、無理やりほぼセリフのないずっと一緒にいる役を。おもろい。もうすぐ DVD になるでしたっけ。8月、多分8月9月ぐらい。はい、楽しみ。あ、 DVD が僕が買えば脚本料が入るわけです。そうなんですよ。あ、宣伝しときましょうよね。え、ちょっとさ、元気出したけど誰もね、全然暑いのに行かないって。ね、ちょっとチャンス欲しいな。あれ、なんだこれ、赤くなってる。あ、保留変化警報。あ、これだ、これが発令中。保留変化警報発令中。これは暑いんじゃないですか、さすがに。これは、あ、俺も緑までは行きました。緑じゃまだやばいからな。保留変化しろ。青。青。いや、まだ行くでしょ。もう一回。お。あれ、青。青止まりですか。青止まり。青止まりはあかんっすよ。いや。20いっちゃった。ちょっとこれは弱いですね。いや、あんだけ発令、え、あんだけ発令して青。あ、でもほら、こっから復活するか。行けよ、最後まで。空来る。よしよしよし。ここでやっぱり川じゃないですか。来い。お、次3まで行って、じゃあ始め。だろう。あれ、この子。あ、なんか、なんか暑そうですよ。ちょっと今までにない。ないですね。あ、これ変わる。あ、緑か。緑じゃダメだろう。ぐらいまで行ってほしいですけどね。
パターンだけど、どうなんですかね。もう当たるっていうの怖くなってるじゃないですか。大丈夫、後半まで行くとちょっと暑いです。長い長い、でもチャンスアップパターンがないです。あら、来い。あ、あ、金で後ろはトラガラがありましたね。これは当たると言ってやったやった自分のことのように嬉しいです。でもね、ギリギリまで当たるかどうか分かんないから。確かに。いや、よかった。よかったよかった。これちょっとね、ほっとしました。マジで。なんで勝負と言いつつ。あれ左打ち？あ、いやいや、右です右です。まだまだ、あ、いや、まだまだ早いです、まだ早いです。まだ早い。はい、まだ打たなくていいです。まだ打たなくていいです。まだ打たない。はい。で、右打ちってなってから手離してて大丈夫です。私一回も当たってないんですけど、このバトルに勝つとラッシュ取ってくれる。あのこれ、はい、これが、まあ、60% なんで僕が外してるんですけど、確率から言えば当たっておかしくないですか勝負。現在バトル開始から1時間が経過しております。次回の7日勝負は7月22日配信予定。平和様の CR 烈火の炎2バトル後半戦をお送りします。お楽しみになさってください。7日勝負をご覧の皆様、どうも平天君です。次回の収録はこれだ。7日勝負、7月17日日曜日の収録はジャパンニューアルファテームズで楽しく収録をお送りします。ぜひ遊びに来ちゃってください。ここで番組からプレゼントクイズのお知らせよ。3時間サマイ勝負で誰が勝つのかを予想して、番組ホームページまたはハガキで応募してね。九州回転ちゃん好評配信中。えいえい。諸国漫遊新聞好評配信中。パチンコスタイル好評配信中。アメミヤのパチンコ始めました、好評配信中。孤独のスロット好評配信中。街道クルー好評配信中。ウナも出てるよ。諸国万有新聞ちくしょう。景品獲得バラエティダッシュマン好評配信中。諸国万有新聞好評配信中。若ちこ若ちこ。
VTube はこんなに楽しい。人気パチンコパチスロ動画がいつでも見れる。人気ライターの来店情報もプッシュ通知で届く。 VTube ダウンロードしてね。えいえい。